バイク屋の夕方みたいになってきております。はい、5時です。まあ高いですけどね。はい、でですね、お電話をねいただきまして、スクーターですよ。スクーターのただ日本のじゃなくてイタリアのね、アプリリアっていうあるじゃないですか、ね、そちらのスクーターなんですけど、その譲ってもらったからそれを乗るのにね点検整備をしてほしいと、まあいう話なんですよ。できますかねっておっしゃるんで、その例えば点検整備の内容がねどんなのを求めているのかによるんですよね。12ヶ月点検みたいなね、はい、そういった内容で、一つ一つ、開けるとこ開けてとかね、そういった整備なのか、それとも、まあ、日常点検みたいなのあるじゃないですか。ちょっとねこう車両の周りを見てタイヤの溝があるのかとか、ね、ブレーキパッドが残ってるのかとか、要はエンジンオイルが入ってるのかとか、どっかからフロン、ね、サスペンションからオイルが持ってないかとか、まあ、そういった類のものですよね、はい、そういったものなのか、それによって、できるできないとかいろんな違いが出てくるわけですよ、はい、で一番のやっぱりネックはですね、純正部品みたいなね、例えばエアクリーナーが汚いから交換した方がいいといった時にね、うちで交換でしようとした時に部品がないからできないじゃないですか。取り寄せるしかないですよね、うん、で、まあ、他にもねいろんな、要は開けないとわからないものっていっぱいあるじゃないですか。あと駆動系とかね、外側からね日常点検みたいなのじゃわからないですよね。走行距離、年数、あと過去の整備履歴、あと何かですか。でそういったものがはっきりしていないと結局わからないんですよ。わかんないから、そしたらもう一回ここで全部点検して開けて確認しましょうっていうことにもなりかねないで、場合によってはみんな新品に変える、そういう部品をね、消耗品環境新品に変えて、でここから新たにね、一からスタートじゃないですけど新しく乗る方が管理するというやり方、いろんな方法があると思います。はい、なので、あれなんですけど、だからうちとしてはですね、だからそのある程度のね、その整備点検して、必要なものを交換するってなってしまうと部品代じゃない部品が入手できないと困っちゃう。でアプリリアですと、まあ、ウィーバイクさんとかでもね注文できるんですけど、まあ多分3週間4週間になっちゃうんですよ、部品ね注文するのにね。でいや、じゃあどっかアプリリアのお店行って買ってくればいいんじゃないのっていうね、ことにもなりかねないんですが、ただほらそこまで足を運んで初めてだとね行って、でこうこうこうですって言って、ああそうですか、純正部品売ってくれりゃいいですけどね、中にはお店によってはもしかしたらね、いや他店の方にはお売りしてないですみたいなね、でユーザーの方がどうのこうのとか、まあそんなことはないとは思うんですけど、ないとは思うんですけど、まあそういうこともね難しいじゃないですか。難しいですよね、うん、だから、まあ、社外品でね、例えば駆動系とかベルトとか社外品があって、ね、下手したら社外品は安いですから、そういうんで交換できるならいいんですけど、まあ、もちろんほら、いや交換したばっかだとね、やってない、そんな全然あれだっていうんであれば、まあでも点検も不要かなって感じもしますけど、まあ油脂類とかそういうのは交換できるじゃないですか。ブレーキフルードとかね、エンジンオイルとか、そういったものに関しては交換できると思うんですよ。できないですかね。できますよね。だけど、まあそうじゃない、どうしても純正部品じゃないと困るものが困っちゃうんですよ。だから、まあ、うちとしてはですね、ほらそれで3週間4週間乗れませんじゃ困っちゃうでしょ、お客さんはね、お客さん困っちゃうんですよね、そんなのね。だから、まあ、可能ならねアプリリアのお店に直接ね、のがいいんじゃないですかっていうお話をねさせていただいて、で、まあ、この近所っていうとあれかもしれないですけど、どこですかその辺は、埼玉県になりますかね、ちょうどね、ギリギリ埼玉、東京と千葉と埼玉のこう境みたいなところね、八潮市とか三郷市とかありますけど、あの辺だったらと思うんですけどね、お店が確かあったと思ったんで、そちらとかはどうですかね、ねちょっと聞いてみてくださいよっていうね、点検ね、と、うん、いうことで、はい、まあ、一抹の不安はありました。やっぱり自分のところで販売してない車両、ね、個人売買じゃないけど、まあ、売買じゃないかもしれないけど、まあ、個人でね、受け渡してる。
でそうなってくるとやっぱりやらないとは言わないと思うんですよ。ただ時間がかかるとかね、うん、そういう類のものはあるのかもしれないなと思ったんですけど、ただ一応ねほらやっぱほらお客様のメリットを考えた時に、ね、うちで扱ってうちでいつまでもっていうのはまずいからっていうんで、一応ねそちらに確かあそこにあったと思いますよ、なんとかってとこですって言ってね、はい、あじゃあそこちょっと聞いてみますと、もしちょっと無理なようだったらまたかけてみてかけていただいてっていう話でね、うん、だからなんかさっきかかってきたんですよ、昼頃にかけたものですがとかね、でそちらにかけたみたいなんですけど、なんか4ヶ月ぐらいかかる作業できるまで、だから立て込んでてずっともう作業がもうずーっと入っちゃってると、まあ、4ヶ月ぐらい後ぐらいになっちゃいますっていう話でね、うん、だからそれぐらい忙しいんじゃないですか毎日毎日ね、はい、だからそんなようなことみたいなので、結局うんねだからまあうちも断る理由っていうのは特にその部品のあれだけですよ、うん、まあ、断るわけじゃないんですけどちょっと迷惑かけちゃうね、時間かかっちゃうって、まあ、それでも4ヶ月かかんないと思うんで大丈夫ですよね、融資できなかったらやばいですからね。ただそういうふうにほら、ウィーバイクさんみたいなところで買えるとかね、うん、まあ、それこれあれですよね、本当思うのはメーカーですよ、メーカーだから日本でもし本気で売る気があるんだったらね、やる気があるんだったらどこのお店にも卸すべきですよ、部品は。車両を卸さなくていいですよ、車両はほらやっぱ契約してるお店だけで販売する。でもそれが中古車になった時にもう知りません、面倒見ませんって言われちゃったらね、どうしようもないじゃないですか。で結局それをやっちゃうとね、どうなるかっていうと、もう そういうメーカーのバイクっていうのは新車で買ってそれまではいいけど、一回ねそこから手離れたらもう終わり、誰もやってくんない、うん、もしかして修理にやたら時間かかるね、やれなんだ、そうすると印象悪くなるじゃないです か。メーカーとしてそういうんでいいのかと思うんですよ、多分いや新車が売れりゃいいんだっていう考えでやってると多分続かないですよ。中古だ、何でもね、中古でも乗っていただいてる、あそれをね、ありがたいな、でそれのメンテナンスをできるように、ね、どこのお店でもやるってちゃんと やってくれるんであればそこに部品を提供しますっていうようなやり方にしないとやっぱり辛いんですよね。結局売ったはいいけどそれだけで大体印象悪くなっちゃいますから、そしたらもうやめた方がいいよっていうね話にもなってくるわけですよ。そうするともう都会のね一部の部分ね、どこでしか売れない、うん、っていうね、まあ、それでいいのかもしれないけども、でやっぱりね、だから日本のメーカーの4メーカーのいいところは結局部品どこでもね入手できるんですよ。いわゆるメーカーは契約してなかったとしてもメーカーは直接卸さないかもしれないけど部品商を通して買えるんですよ。それがまあウィーバイクさんだとか、まあ、カスタムなんちゃらだとか、まあ、プロトさんもやってますし、そういうとこもあるし、あと普通の販売店でね、いいよっつってね、行販というのかな、部品の場合そういうのもねできたりとかね、うん、できる、だからいくらでも入手の仕様があるから整備もしやすいですよね、うん、なのにやっぱり海外のそういうメーカーがね、いや契約店以外には部品は卸しません、ね、でその部品契約店も数少ないそれじゃやっていけないでしょ。それで中古になっちゃったらもうそのお店でまた買い取ってね、下取りや買い取りしてそのお店でメンテナンスをして販売するならいいけど、まあ大抵販売しないですよね、そうなっちゃうね、そういう車両はね特にね、うん、まあそれがメジャーなメーカーであればね、ハーレーだのドカティだの BMW クラスであればまあそれでもねなんとかなるね、やってるところもあるだろうし、また買って部品もね入手しやすい、純正部品も入手しやすかったり、するんですけど、ことねそうじゃない、ね、マイナーなメーカーだったらどうしようもないじゃないですかね。だからその辺をなんかやってほしいんですよね。だから部品に関しては卸しますとかね、販売します、えやってもらえますか、あじゃあ部品渡しますとかね、そういうことじゃないですか。だから多くの店断るんだから現実はそうじゃないですかね。ましてやほら、はっきり作りも違うしね、全然ね。これが例えばね、台湾のスクーター、キムコだの、SYM だの、PGO だとか、あの辺りだったら、作りほぼ一緒ですよ、日本車と。
で下手すれば日本のだって、もともとねホンダの作ってたりとか、するわけですから一緒なんだ、別にそんなに大したあれはないんですけど、それがやっぱりことをねイタリアのメーカーだやフランスのメーカーだやれなんだってなってくると特殊な、ね、ものになってくるわけだから、結局そうなると部品がなかったらどうすることもできない、ね、で結局ユーザーが困るっていうね、で印象悪くなるでそれを売ろうったってそうそう売れないですよ、やっぱりそのあたりをなんとかしてほしいんですよね、思うんですよ、これほら例えばねキムコとかねどこの販売店でも卸してくれるんですよ部品、そうキムコはね、やりたいあの部品欲しいんだけどっていうのを卸してくれるんですよ、そこですよね、だけどほらやりたがないだけだって販売店がね、普通のバイク屋さんとかですよ、販売店っていうかバイク屋さんがやりたくないからやらないだけであって、もしやる気さえあればパーツはすぐ入手できるんですよ、そのあたりですよね、だからおそらく一番良くないのは安くしてね安売りでどんどん売っちゃって結局あとはもう知らんぷりしちゃうっていうね、そうすると印象悪くなっちゃうじゃないですか、ね、車両メーカーの印象も悪くなっちゃうしね、だからキムコジャパンになってね、新しいですよ今のキムコジャパンになってそういうのをなんとかしようってね、だからメンテナンスの方にまずね、それをやってくれるところ、そういうのをやっぱり重点的にっていうね、それをずっとやってきてやっと、そういう古い車両もねだんだんとなくなってきたっていうのもあると思うんですけど、今度新たなものにやっと力を入れることができるようになってきたというようなところだと思うんですけどね、でも一回そういう印象ついちゃうとね、そうそう売れないですよ、あと場所によってはね、都心部とかだったらまあねあれかもしれないですけど、そういうところをなんとかしないと、本気で売る気であればね、で末永くね、その時だけちょっと面白そうだからって売ってもう終わりっていうんじゃまああれですけど、やっぱりねもう日本でずっと続けていくんだと、ただ日本の代理店がやってるとね儲かんなかったらできないから、結局そうなっちゃうとああもういいかなってなっちゃうありますから、そうでしょ、バイク屋さん部品さえあればできるでしょ、できると思うんですよ、である程度の情報をちゃんと開示してくれればね、サービスマニュアルとか、やっぱそういうふうにしていいんじゃないかと思うんですけどね、なぜかというと一つのそれをやってる二輪ね、正規の二輪の販売店だけで全て賄えるわけないんですよ、と思いますよ、やっぱり最初販売してで、ね、ある程度年数でいろんなモデル売って、ね、でそれが中古車になってでいろんなところに流れてって、でそれをメンテナンス全部できるかってやっぱりね数少ないあれでできるわけないんですから、日本のメーカーのいいところは、そういう普通の町のバイク屋さんが面倒見てくれるってとこですよ、それだって他店で買った車両代やりないんだっていうと、いやちょっと今はできないとかね、そういう話にもなりかねないですから、だからなおさらやるっていうね、やりたいんですけどっていうところにはやっぱりね部品を提供していただけるといいのかなと思ったりするんですけどね、高い安いは別としてね、すぐねそれが入手できてすぐ直してあよかった、車両の魅力、せっかくのねいい車両もね、どんなにいいスクーターいいバイクだったとしても、そういうちょっとつまんない部分でね、なんかもう嫌だなっていうのに思ったんじゃないですか、もちろんコストがかかるとか自分なんとかかかるとか、いろんなのがあるのかもしれないですけどね、いろいろそんなことを、思ったりするんですけどね、そうでどうしてね、だから、例えばインドネシアのね車両、荻山さんのね車両と、あと、他にも買えるんですけどね、ただ問題はその部品ですよ、部品をすぐ入れてくれるのかどうか、1個からとかね、そのあたりで、ちょっとね、で、荻山さんで買ってる部分も実はあるんです、そう、1個からとかね、1個だな、そう、これがね、別のところだと、ちょっとっていうことが結構あるんですよ、いや取れるんだけどちょっと時間かかるってね、あと1個からだとうんたらとかね、いろいろあるんですよ、そうだからそういった意味でちょっとねそれはちょっと嫌じゃないですか、だからねそういうのも含めてね、それで荻山さんから
私はなるべくね入れるようにと思ってるんですけど、価格があんまりにも開きがあるとね高いとあれですけど、うん、物によってはこっちの方が安いなとか、全然違うなとか ありますよ、ありますあります、うん、でもまあいろいろ考えてね、で仕入れ先も考えるということですよね、はい、やっぱりね、まあ、選択するあれがないと大変なことになっちゃう。ヤマハでも日本で結構買えたりするんでね、消耗品関係はね、なんかあるみたいで、やってるみたいで面白いですけどね、はい、さあ、なるほどですね、ちょっとあの早く、うん、とりあえず D トラッカーは、うん、ブイングを組みましたから、うん、できたんで、うん、そうですね、ただちょっと一回りはした方がいいですよね、あ、危ないですよね、一回りね、うん、した方がいいですね、こういうのはね、であと TS も部品がちょうどねもう来たんで、それも一緒に やらないと、はい、だから、うん、そんな感じで今日はやります、はい、まだ、まあ、やりますじゃないでしょうか。